それでは東蘇公園に行きます、階段も陶器の板の階段です。春信公の日。それでは東蘇の日を、拝見させていただきます。でかいということですね。一番大きな大きな日。ために当時瀬戸生取締役だった加藤清介景虎の尽力で建立され日本最大級の陶製碑です。ぐるっと360度見るように電車が付けられています。
ここにも登り窯の史跡があります。